ったんですとか、病院長の先生たちと向こうでまあミーティングをするんですと。おそれはすごいねと。病院長に会うってそう簡単にできないはずなんですよ。あいつはそこをさらっと言うんです。いや今後あったんですよみたいな。でその時に慈恵の耳鼻科がどんなにそのすごいちゃんとやってるところなのかを先生にプレゼンテーションしてほしいと。ちょっと待てよとおいおいちょっと待てよとどうやってやるのみたいな。その日になってでずっと朝からこう待てども待てども連絡は来ない。あれこれ俺騙されてるのかなみたいに。もうでも連絡も来ないし連絡もつかないんでずっと待ったんですよね。 3,4 時間ぐらい待って、でやっと電話が来てですね。じゃあ大木先生すいません、自己紹介じゃあお願いします。Nice to meet you everyone. My name is僕の拙い英語で、こんにちは。で、慈恵大の自分、オークシと言いますって、いろいろ話をしてて。そしたら、こんなでっかいスクリーンの真ん中にこんなちっちゃい僕の写真とスライドが映ってて、全然誰も中の字見えないんですよ。ちょっと厳しいですけど。結局、動画のスピードが遅すぎて、大きくすると何も見えないから、すんごいちっちゃくして。で結局喋った内容をもう一回向こうで自分のスライドを使ってあいつが発表するという、なんじゃそれみたいなことになってて、そういうところが最初のスタートなんですね。インカンボディア